国民民主党の前原誠司代表代行は、自らに近い議員とともに離党する方針を固めました。一部報道によると、5人程度で教育無償化を実現する会という新党を結成する方向です。自民党に近い玉木氏と非自民を掲げる前原氏は、9月に行われた国民民主党の代表選を戦い、玉木雄一郎代表が再選を果たしましたが、玉木陣営から各議員に前原陣営に参加しないようにと求めるなど、水面下でも対立が続いていました。玉木氏は党内融和を当初はアピールしていましたが、今回の離党で玉木前原両氏は決裂した形です。最近では前原氏の地元の京都市長選をめぐり、与党候補に対して前原氏は維新とともに対立候補を立てましたが、連合は与党候補を応援するとして、国民民主党の党本部は前原氏の推す候補に推薦は出さない方針を示していました。前原氏は30日の午後に記者会見を行い、離党を表明。